バトルもますます激しさを増してまいりました。第4回戦です。勝利の雄たけびとなるか。第5回戦です。
これは厳しい。一度なーっと一撃で倒れてしまった。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでハズリュウの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。おっと、電磁波、あーっと、まひしてしまった。鋭い攻撃、ヒット、いい感じです。両者とも大健闘です。さあ、この場面で軽く一発、おっと、まひして動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ、今度は軽く当たった。最後の一撃が入った。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。他の8名です。ここで最後技術大接近、あー、ノックアウト。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでズバッとの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さて、ここで10万ボルトだ。逆転を見せた。崩れ落ちた。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでムーマンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。この攻撃、決め十分。おっと、黒い眼差しだ。あーっと、これでもう逃げることはできません。さあ、そろそろ勝負の決着がつこうかというところ。ここで騙し討ち、よーし、ヒット。これで勝者決定です。ここで試合終了。
セミファイナルバトルです。長い戦いにもかかわらずポケモンたちはまだまだやる気十分です。激しい攻撃、急速に当たった。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここで小麦玉の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。鋭い攻撃、重いヒット。この場面で小さなダメージ。さあ、決戦が続いております。ここでシャドウボール。ここでダウンです。さあ、この強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでマグカルゴの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで地震攻撃、狙い的中。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。